会計者の見方、上杉です。この動画では、確定申告の書類の作り方について解説をしていきます。ただですね、確定申告書の仕上げの部分に関してですね、お話をしていきますので、事業に関する収支内訳書、不動産に関する収支内訳書、こちらの作り方に関しましては、別の動画で解説をしてますので、収支内訳書の作り方に関してはそちらをご覧ください。今回の動画ではですね、収支内訳書を作った後、最後の仕上げの申告書を作成していく方法について解説をしていきます。ということで、収支内訳書を作成し終えると、この画面に来てるはずなんですけれども、入力したデータを一旦これで保存しておいた後ですね、下のこの赤いボタンですね、所得税の確定申告書を作成するというボタンを押しますと、最後の確定申告書を作成するページに飛んでいきますので、進んでいきます。入力した情報を引き継いで確定申告書の作成をしますかというふうなことを聞かれてますので、はいで進んでください。はい、そうすると、事前に作った収支内訳書の収入金額、所得金額の情報がこちらで引き継がれてますので、この情報を元に確定申告書を作成していくということになります。ですので、この作成開始のボタンを押して進んでいきます。はい。そうするとこんな画面に飛んでいくんですけども、まずですね、ご自身の生年月日を入力して、他の質問に答えていくという流れになってます。はい。で、生年月日を入力をしたらですね、この右下の質問に答えるんですけども、上2つの質問に関しては自動的に選択がされてます。一番下ですね、税務署から予定納税額の通知を受けていますかということなんですけども、おそらく今年が確定申告初めての方であれば、基本的にはこれは関係ない質問になってきますので、いいえで答えておいてください。予定納税の通知を受けている方いらっしゃれば、これははいで答えて進んでいただければいいかなと思います。はい、ということで次へ進んでいきます。はい、で、確認が出ますけども、これはもう閉じるを押していただいて大丈夫です。そうすると、先ほどの数字が引き継がれて、所得金額の入力欄が来るんですけども、まず先ほど入力した項目ですね、事業所得に関する部分、訂正内容確認というボタンを押します。そうするとこんな画面に映るんですけれども、真ん中のところですね、帳簿の種類というのを選択する欄がありますので、自営業の方、事業所得持たれている方っていうのは、営業等のところの欄を選択をして、該当するものを選ぶわけなんですけども、それぞれどういうふうにやってるかによって選択する方法変わってきますので、ご自身が該当するものを選んでいただければ結構です。で、簡易な方法でやられている方っていうのはですね、4番、1から3以外の帳簿ということを選んでいただければ大丈夫です。そしてこの下ですね、進んでいきまして、源泉徴収されている収入の内訳入力という欄があるんですけども、事業所得をですね、入力する欄、収支内訳書の売上のところで打ち込んだ金額があるんですけども、そこから取引先に源泉徴収をしてもらって、税金が差し引かれて振り込みを受けている方というのは、ここに差し引かれている税金の金額を記入する必要があります。まあ、報酬という形態で受けられている方はですね、ここに報酬と打ち込んでいただいて、で、その他もですね、取引先の名称、場所等記載いただいて、先ほどの収支内訳書に打ち込んだ売上の金額ですね、ここに入力をして、そこから差し引かれている金額ですね、源泉徴収されている金額をここに入力します。で、こちらの金額はですね、源泉徴収されている場合は、取引先の方に請求していただくとですね、支払い調書、という形で、1年間でいくら報酬をお支払いして、そこからいくら源泉徴収してますよというのがですね、まとまった資料がもらえますので、その資料をもとにこちらに入力していただければ、正確な数字が打ち込むことができます。で、これで全て入力し終わったら、入力終了で次へというふうに進んでいきます。そうすると、こういう画面にまた戻るんですけども、次はですね、不動産所得ですね。こちらもですね、内容確認のボタンを押していただくと、ここですね、真ん中のところに帳簿の種類を選択してくださいという欄がありますので、こちらでまた先ほどと同じように該当するものを選んでいきます。選べたらこれは入力終了次へ。そして、もし不動産所得がですね、ここの数字がですね、マイナス赤字の方っていうのはですね、ここで入力する金額が必要だったりしますので、帳簿の種類が選択できたら次へ進んでいきます。
そして他にご自身が該当する所得ある方っていうのはですね、この利子所得であったりとか配当所得、給与所得、雑所得、総合譲渡所得、一時所得、他に該当する所得があればここに入力するというボタンを押してそれぞれ金額を入力していくというふうになるんですけども、今回はですね給与所得の欄ですね、こちらの入力方法についてだけ解説していきたいと思います。会社にお勤めの方で給与所得をお持ちでしたら、年1回源泉徴収票というものが早いところは年末に配られますし、年明け1月に配布されることが多いんじゃないかなと思うんですけども、その書類をもとに数字を入力していくようになってます。はい、で入力するを押して進むとこういう画面が表示されるんですけれども、ほとんどの方はここですね、書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票の入力という欄が使うところになりますので、ここの入力するボタンですね、これを押して入力していきたいと思います。そうすると数字ですね、支払い金額というのは丸一番ってここにあるんですけども、お手元にですね源泉徴収票をご用意していただくと同じような様式でここに画像が出てます。で丸一番のところはその用紙のここですね、この部分の金額を入れるようにしてくださいねということで、指示通りに数字を単純に入れていけば完成していくようなページになってます。順番に入力を進めていっていただくと、数字を入れる欄であったりとか、この3番に関してはですね数字ではなくてあるのかないのかっていうのを選択する欄がありますんで、何かここの欄に記載があったらあるを押していただくと OK です。ない場合は普通にないと押してください。4番5番も同じようにあるなしを選んでいただくような項目になってます。はい、続いて6番ですね。ちょっと段移っていってるんで、下にまた新しく画像を用意してくれているので、この該当する番号の数字ですね、入れていただければ大丈夫です。で、7番ですね、生命保険料の控除額の記載ということで、ここに記載があればありを選んでいただくと、こういう入力ボックスがいっぱい出てきますんで、さらにそれ以降の番号のところで書いてる金額がもしありましたら、その該当するところの金額を入力していっていただければ OK です。地震保険料もあれば記載がありますんで、あるかないかを確認していただいて入力してください。住宅借入金等特別控除の額の記載ということで、住宅ローン組まれている方で対象の方がいればありですし、特にない方はなしで OK です。はい、という形でありなし選んでいただいたら、最後に支払い者ですね、どこの会社ですかというのを入力する欄がありますんで、住所、名称を入れていただいたら、今度はですね、この右下の入力内容の確認と、オレンジのボタンを押します。そうすると入力が完了したんで、ここに先ほどの入力した金額が表示されています。間違いがなければですね、下進んでいただいて、次へ進むとボタンを押します。はい、そうすると給与所得の金額がこちらに入力完了してますんで、合計の収入金額ですね、こちらに表示されてますよというような表示になります。はい、で下進んでいただくと他の収入ですね、該当するものあれば入力できるようになってますんで、ある方は入力していっていただいて、完了した方はですね入力終了と次へボタンを押します。でここからはですね、所得控除の入力ということで、収入ではなくて出ていってるお金ですね。例えば医療費控除ということで、去年1年間でたくさんこう病院に行ったりとか、大きな金額を支払ったりした場合とかっていうのはですね、控除を受けられる場合もありますので、制度該当する方はですね、こういうのを入力していくようにしていきます。社会保険料控除ですね。これは源泉徴収票を入力した場合っていうのは、社会保険料控除されてたらここに数字が表示されてるんですけども、例えば完全に個人事業主の方でやってる場合っていうのは、源泉徴収票の入力していらっしゃらない方がいると思いますんで、その場合は空欄になってるんですけど、国民年金保険料を納めてたりですとか、国民健康保険ですね、納めてる場合っていうのは、これは社会保険料に該当しますんで、ご自身が支払った金額ですね、去年1年間に支払った金額をここに入力することで、所得から差し引いてもらうことができます。他にもですね、個人事業主の場合、源泉徴収で年末調整っていう概念がありませんので、もうちょっと下に行くと、生命保険料控除っていう項目がありますんで、ここにご自身個人で入られてる生命保険に関する控除できる金額ですね、年1回保険会社から生命保険料控除のお知らせっていう形で、ハガキなり封筒なり届いてますんで、その資料を引っ張り出していただいて、入力をしてください。あとはですね、いろいろあるんですけども、該当する方がいらっしゃればそれを入れていただいて、他ですね、多いかもしれないんで、配偶者控除ですね、結婚されている方とかはですね、こういう控除を受けれますんで、該当する場合は配偶者控除っていうのを入力して入れていっていただければ OK ですし、お子さんなり家族なりをですね、扶養されている方いらっしゃったら扶養控除っていうのも入れていけます。でこちらはですね、基本的には会社を勤めの方で給与所得があって、源泉徴収票が配られている方っていうのは、
大体の方は年末調整がされてますんで、基本的にはここは入力しなくても大丈夫なんですけども、個人事業主の方はここしっかりと、必要な方は入力をしてください。入力が完了したら次へ進みます。で、ここからはですね、税額控除ということで、税金を控除していける項目になりますんで、これもまた該当する項目があれば、それに従って入力をするというボタンを押して、入力をしていってください。入力が終わりましたら、次へボタンを押します。はい、そうすると、今まで入力してきた数字まとまって、計算結果が表示されます。今回、これはですね、還付される金額は191,716円ですということで、あらかじめ源泉徴収をされてるんですけども、それを最後まとめて計算した結果、税金を多く先に源泉徴収しすぎていたということで、この場合はですね、191,000円還付ということでお金が返ってきます。場合によっては、収入を合計した結果、源泉徴収されている金額よりも所得を計算した結果、さらに所得税がかかる場合はですね、ここが納付する金額はっていうふうに変わりますので、ケースバイケースなので、ここは確認をしてください。このまま確認をしながら下へ進んでいって、もし間違っているところですとか、直したいところがあれば、こういう修正するボタンがありますんで、修正をしていってください。で、一番下まで進んでいって、特に修正するところがなければ、次へ進んでいきます。そうすると、住民税等入力というページに今度は行きますんで、ここの住民税に関する事項というボタンを押して進んでいきます。次がですね、住民税等入力というページになりますので、住民税、事業税に関する事項というボタンをですね、押して、必要な項目を入力して、家族の情報とか入力するような欄があったりしますので、そこにお名前とかですね、入力して進んでいってください。で、入力が完了したらまたこの画面に戻ってきますので、入力終了次へということで進んでいきます。はい、そうするとまたですね、確認が入ってて、あなたの還付金額は191,716円ですよと。お金が返ってくるんですけども、返ってくる場合はですね、銀行口座に振り込みでお金を戻してくれますんで、受け取り方法としてですね、口座を登録する必要があります。ゆうちょ銀行もしくは普通の銀行かってことなんですけども、ご自身の都合のいい口座を選んでいただいて、該当するところを選んでください。口座番号を入力していきます。その次はですね、住所、氏名の入力となってるんですけども、収支内訳書を作っていたらですね、そこの情報が基本的には反映されてます。追加でですね、一つ、令和4年1月1日時点の住所の確認が入ってます。令和4年1月1日時点の住所を確認していただいて、変わってなければ、はいで OK です。引っ越しをされたんであれば、いいえを選択して、新しい住所を記載するというふうなことになりますので、それをやっていってください。提出する税務署に関しては、さっき選択してますので、自動的にこれも表示されています。提出電話日に関しても、すぐ提出する場合は、日付選択していただいてもいいですし、手書き追加でも問題ないですので、一旦これはこのまま進んでいきます。次にですね、氏名の欄なんですけども、ここですね、世帯主の氏名っていうところがありますんで、ご自身が世帯主の場合は、この緑のボタンを押していただければ、自動的に名前が反映されます。ご自身が世帯主でない場合はですね、世帯主の方の名前をこちらに入力をしてください。でそしてその世帯主の方から見て、ご自身がどういう続き柄に当たるのかというのを入力する欄になってますんで、ここに入力してください。職業、野望に関しても入れれるような明確なものがあれば入れていただいて結構ですし、こちら空欄でも進んでいくことができますんで、このまま進んでいきます。途中にですね、この入力データを一時保存するっていうのがありますので、パソコンの電源を落としたりする方はですね、一旦この一時保存をしてデータを残しておいていただく方法で保存をしておいてください。で、問題なければこれ次へ進んでいきます。はい、そうすると、マイナンバーを入力するページが出てきます。基本的にはもう別にマイナンバー入れても僕は問題ないんじゃないかなと思うんですけども、マイナンバー入力するのが嫌な方も中にはいらっしゃると思いますんで、どうしても入れたくないっていう方はですね、これ空欄のまま次へ進む押していただければ大丈夫です。今回はですね、マイナンバーを入力せずにですね、次へ進んでいきたいと思います。はい。そうするとですね、警告ってことで、マイナンバー入力してくださいねっていう画面が表示されるんですけども、ここでですね、マイナンバー入力できない場合は、いいえをクリックし、次の画面へ進んでくださいって書いてるので、いいえを押せば、次の画面に進むことができます。作った書類ですね、印刷するようなことができるようなページに飛べますんで、この下に行っていただいて、緑のボタン、
帳票表示印刷2ボタンを押します。そうすると PDF ファイルがダウンロードされますんで、こちらをですね印刷していただいて、事前に作ってる収支内訳書同様に提出用と控えが存在しますので、提出用は提出用、控え用は控え用でまとめていただいて、今回はですね少し必要な添付書類があったりしますんで、途中のページに追加で出してくださいね、この資料っていうふうに書かれた紙がありますので、それを確認していただいて、例えば身分証明書を添付してくださいですとか、マイナンバーのカードもしくは通知カードをですねコピー添付してくださいとか、そういう書類を求められている場合がありますので、そこは確認をした上で必要なものを添付して用意をしてください。で、その必要書類と提出用のページですね、これをひとまとめにして提出をするんですけども、こちらの申告書もですね、控え用が印刷されますので、事前に作ってる収支内訳書の控えと、今回作った申告書の控え、これセットにして、あとはご自身の自宅、もしくは事務所なりに返送してもらえるように、宛名記載をして、切手を貼った返信用封筒を同封することによって、確定申告書の控えに日付の入った受付員を押してもらうことができますので、それを必ずですね、返してもらえるように用意をして、郵送して提出をしてください。で、問題なければこれで次へ進みます。そうすると、収支内訳書同様に最後の入力データを保存するというボタンが出てきますので、こちらでですね、必ずデータを保存しておいてください。データのダウンロードが完了したら、戻るを押します。今回ですね、添付する書類はありませんよということで、こちらで入力したやり方に関しては、添付する書類必要ありませんので、そのまま印刷したものをですね、送っていただければ大丈夫ですし、他の入力項目があって、場合によっては添付する書類がいりますよって方もいらっしゃるんで、書かれている通りに対応してください。で、確定申告書に関してはですね、2月16日から3月の15日まで提出できますよと。ただし、還付申告書ということで、税金が返ってくる場合の人っていうのはですね、もう1月から提出が可能になってますので、完了した方は順次提出していっていただければ大丈夫です。税額が大きくなって納付する必要がある方っていうのは、この提出期間内に提出するというルールが決まってますんで、そのように対応してください。郵送で送付という方法でも大丈夫ですし、例えば税務署が近いとか、なんかついでがあるとかっていう方はですね、その該当する税務署の受付に持参することでも受け付けてくれますし、税務署の時間外収受箱へ投函っていう方法ですね、税務署のポストに振り込むことでですね、提出完了というふうにもできるパターンもありますので、いずれかまあご自身の都合のいい方法で提出をしてください。で、それができましたら、還付の場合はですね、大体提出されてから、まあ、1ヶ月後ぐらいにですね、指定した口座に還付の税金がですね、返ってきますので、まあ、その確認をするということで、まあ、大体それ近しいぐらいにですね、税務署の方から、いくら還付振り込みましたよという通知が書類で届きますので、まあ、わざわざ銀行の記帳行ったりとかしなくてもですね、その書類で、あ、返ってきたんだなっていうのが分かったりもしますので、そちらはまあ、都合によって確認してもらえればいいかなと思います。ということで、基本的な確定申告書の作成の仕方については以上になるんですけども、細かなところですね、に関しては疑問点ありましたら、国税庁のページ、もしくは税務署の相談センターにですね、問い合わせをしてみるなりということでですね、正しい情報でしっかり確認をしていただいて、間違いのないように作成をしてください。そして今回こういうふうにですね、データ入力することによって今年のデータが保存できますので、来年からはもう少し楽になって申告書作成できると思いますので、ぜひ頑張って確定申告書作成を進めていってください。はい、ということで動画は以上になります。ありがとうございました。